オイスラブ・シェシェリ出身は、セルビアの政治家であり、国民議会におけるセルビア旧信党の創設者、当主。ユーゴスラビア紛争に加担した民兵組織、白い鷹の創設者。シェシェリは、戦争犯罪及び人道に対する、罪の容疑で、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷から訴追を受け、2003年2月に、ハーグに移送された。 シェシェリの裁判は2007年11月に開始された。2018年4月11日、人道に対する罪3件について有罪され、禁錮10年の有罪判決を言い渡された。ボイスラブ・シェシェリは、サラエボにて出生した。シェシェリの家族は、ユーゴスラビア連邦人民共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国のトレビニエ近くの、ポポボポリエから移ってきた。 シェシェリの父は、モンテネグロ出身で、母は、ヘルツェゴビナの古い、セルビア人の家系の出身であった。シェシェリは、サラエボ大学で法学を学んで卒業し、後には、博士号も取得した。成績優秀であり、ユーゴスラビアで最も若い博士号取得者となった。シェシェリは、アメリカ合衆国アナーバーにある、ミシガン大学で、政治学を教え、 その後サラエボに移り1984年まで続けた。1984年にユーゴスラビアの共産主義当局はシェシェリを反革命活動の罪で有罪として懲役8年を言い渡された。しかし最高裁判所によって減刑され1986年に出所した。1989年シェシェリはアメリカ合衆国に戻った。 そこで、シェシェリは、第二次世界大戦時のチェトニックの指導者、モムチロ・ジュイッチによって、チェトニックのボイボドの称号を与えられた。ブク・ドラシコビッチやミルコ・ヨビッチと共に、反共主義組織、セルビア民族復興党を設立した。後に、彼の率いる、その分派は、セルビア急神党となった。 シェシェリとセルビア大統領でセルビア社会党のスロボダン・ミロシェビッチとの関係は1993年9月頃までのユーゴスラビア紛争の初期においては良好であったがミロシェビッチがボスニア・ヘルセゴビナ紛争においてスルプスカ共和国の支援から手を引いたことにより対立関係となった。シェシェリはミロシェビッチと対立したことにより 1994年から1995年にかけて再び収監された。1998年、セルビア領のコソボでの暴力が激化したため、シェシェリーはミロシェビッチの巨国一致内閣に加わった。シェシェリーはユーゴスラビア国内で活動する外国メディアや人権団体に反論し、もし我々が来た。 大西洋条約機構の計画をすべて掴むことができないのなら我々は各種のヘルシンキ人権委員会や売国やつ組織などの手の届く範囲のものは掴むことができる。そして外国のプロパガンダのルフに加担したと我々が証明する者たちボイス・オブ・アメリカやドイチェ・ベレ・ラジオフリー・ヨーロッパ・ラジオ・フランス・アンテルナショナル・ BBC ・ラジオなどだ。 もし彼らが侵略行為をしている場面を我々が抑えたら、彼らは何も良いことを期待することはできない。と話した。シェシェリは1998年から2000年までセルビアの副大統領を務めた。コソボ紛争とナトウによるセルビア空爆の間、シェシェリとその党はミロシェビッチ支持を表明していたが、空爆の続いた3ヶ月間の後、 シェシェリの党は、北、大西洋条約機構への投稿に反対する、唯一の政党となった。2003年2月、シェシェリは、8件の人道に対する罪と、組織犯罪への加担の疑いによる6件の戦時、国際法違反の罪で、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に実施した。交流の間、シェシェリは、重罪人、戦争犯罪者、 ハビエル・ソラナと題する著書を書き、ナト o の事務総長を、コソボ紛争を引き起こしたとして非難した。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷が、シェシェリが、自身の弁護団を自由に選ぶ権利を否定した後、ハーグで拘束されているシェシェリが28日間の、ハンガーストライキの最中にあった2006年12月2日、セルビアのベオグラードで3万人が、シェシェリ支持の集会を開いた。 セルビア旧神党の漢字アレクサンダル・ブチッチは彼は自身の人生だけのために戦っているのではない。彼はここに集まった我々すべてのために戦っているのだ。ボイスラブ・シェッシェリはセルビアのために戦っているのだ。と話した。シェッシェリは12月8日に自身の弁護を選ぶことが認められたことによりハンガーストライキを終えた。 ハーグに放置されてはいるものの、シェシェリは2007年1月のセルビア議会選挙の候補者名簿のトップにあった。エクティによると、ボイスラブシェシェリは、ユーゴスラビア紛争の最中にボイボディナのクロアチア人追放を組織し加担したとされている。2016年3月31日、シェシェリ不在の中で、無罪判決が言い渡された。 2018年4月11日、XT を継承した国際刑事法廷メカニズムは、戦争犯罪6件については一審の無罪判決を、支持した一方で人道に対する罪3件を有罪とし、禁510年の有罪判決を言い渡された。しかし、シェシェリはすでに12年拘留されていたため、改めて身柄を拘束されることはないという。ありがとうございます。